この文春がですね、はい、ゴレンジ選手村マンション1500円値引き、はい、小池百合子隠蔽文書を入手っていうね、はい、清谷秀俊さん、元はあの読売新聞の社会部長もしたかな、はい、で、ね、巨人軍の代表もしてましたけど ね、 そうですね、ちょっと読売新聞と揉めてですね、はい、裁判沙汰になったりなんかしましたけど、はい、ノーフィクション作家としてはもう現役時代からですね、はい、非常にあのいい作品を書いてらしてですね、いろんな才能がある方ですね、はい、だからもうあの例のこの間山一のあれテレビ番組のなって、はいはい、あの大ヒットしましたけど、はい、彼が、まあ、チームを作ってですね、はい、この問題を、告発してるんですけどね、はい、これはね相当ひどいんですよね。オリンピックの選手村は後にマンションとして、まあ、売ると、はい、売り出すということになってるんですけどね、はい、開会式でさえ450日以上も先のことなのに、早くも2020年東京五輪パラリンピックのレガシーセールが始まった。五輪閉幕後に一般分譲される東京晴海の選手村宿泊等のことである。4月23日、大手開発業者からその選手村マンションの販売価格が発表され、価格帯は5000万円台から1億円を超えるものまで幅広い。第一期分譲は7月に予定されている。入室開始は、まあ、もうオリンピック終わってからじゃないとダメだから、はい、23年3月が、選手村はもう業者のものなのである、はい。もう売りに出してるわけです、はい、だからこのレガシーセールにはからくりがある。選手村用地を東京都が破格の安値で払い下げたのだ。その業者優遇を裏付ける東京都の調査報告書を京竹チームは入手したと、はい、こういう話なんですね。僕はこの売るのは今売っても別にいいと思う、まあまあいいけどね、全然、うん、そうそう、ただこの破格の安さで、うん、そう、業者優遇で売るのはまあ別にいいんだよ、そうです、まあ、あのもう、そうです、終わった時にね、うん、すぐお金が回るようにした方がいい、そういうやつ終わってからだからね、はい、うん、選手村は東京都が五輪組織委員会、東京都か五輪組織委員会が建てると誤解している人がいますが、今度の東京五輪は都が特定建築者制度という民間の仕組みを使って民間企業に整備させています。異例なことですが、松戸洋一都知事の時代に民間企業のノウハウと資金を使って都民に五輪レガシーを残すと決めたことから動き出しました。この方針に沿って都は15年に事業協力者を、翌年に特定建築者を公募し、その都度唯一応募した同じ企業連合を選び、東京ドーム3個分、面積にすると 13.4 ヘクタールの都有地を払い下げた。公募といってもその期間はわずか8から12日間で、普通準備できる業者なんていませんよと。それに11社を一括りにして1社の企業連合と見なすなんて、公募なんて形だけなんだ。なるほど。っていうのはそのわずか1社だった、1社と見なすその企業連合はですね、三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、野村不動産、住友不動産、住友商事、東急不動産、東京建物、NTT 都市開発、日鉄興和不動産、大和ハウス工業、三井不動産と、いずれも大手のマンション開発業者だ、はい、うん、中小企業には入る余地がないです、うん、これらの企業連合はそこへ14階から18階の宿泊棟21棟を建て、五輪開催中は組織委員会に最大で38億円の家賃で貸すと、ね、貸すんだ、はい、で五輪閉幕後には都と組織委員会が450億円を負担してリフォームし、うん、とことあれがリフォームするんだよ、はい、50階の超高層タワーマンション2棟や商業施設を加えた計5632個の新しい町晴海フラッグを誕生させる、うんうんうん、都の改装費用は単純計算で1個あたり1000万円近くになる。これなら新築同様にリフォームすることができます、うん、実際に11社は新築マンションとして売り出すというが、土地を安く優先的に払い下げてもらったうえ、リフォームまで都の金でやる優遇策など聞いたことがありません。これはひどいですね。問題は都が11社連合に払い下げた都有地の価格が異常なほど安いこと、うん、入手した資料、彼らがその入手したですね、その資料をですね、隅でですね、ブンブンブンがずっと消してあるわけですよ、はい、これ都の報告書があるんですよ ね、調査報告書が、そう、調査報告書ね、はい、選手村整備地区ので1ページのうち一部でも黒く塗られているのをのり弁とカウントすると、調査報告書全119ページの実に 46% がのり弁になっていると、うん、でどこをのり弁にしているかを消してあるかと詳細に見ていくと、大会期間中に賃料収入が発生することに関する部分や、大会期間中の資材がどのタイプの住宅に継続使用されるかなどが隠されている。つまりデベロッパーが儲けすぎだと疑われたり、マンション分譲の際に不利になりそうな点を隠しており、都民ファーストなどの業者ファーストが見て取るようだと、うん、この報告書は一般財団法人日本不動産研究所が16年2月東京都市整備局長の安井純一に提出したものだ。選手村用地の不動産価値を鑑定したものだが、
国内で最大の鑑定機関である日本不動産研究所は都があえて鑑定所としなかったのに理由がある、うん、それは、口述するとして約2ヶ月かけて鑑定した同研究所は5つの外区からなる選手村の地価は 13.4 ヘクタールで計129億6000万円1平方メートルあたり9万6800円と結論付けた。東京23区内には土地汚染地でもこれほど安い土地はない。1平米9万6800円。激安で売ったっていうことですよね。うん、実勢よりも安く算出される工事地価でも選手村から徒歩4分の晴海5丁目が103万円。晴海2丁目が182万円。勝どき4丁目が196万円だから、10分の1から20分の1の安値で17社連合の手に渡ったわけ。はい、その比較対象しているわけですよね、その近隣のマンションと、はい、で比較対象となった3つのマンションとは鹿島建設などが作った勝どきザタワー、住友不動産のドゥトール、三菱地所レジデンスのザパークハウス晴海タワーズ、タワーズティアロレジデンスであると分かる。いずれも平均占有面積が70平米、平均分譲価格は6200万円から7500万円に上った物件だと。肝心の用地取得価格はどのくらいだったのか、判明した固有名詞に基づいて調査すると、ザ・パークハウス晴海の用地は三菱地所レジデンスが日本水産から購入したものだった。その1米あたりの価格は約186万円、選手村鑑定の約19倍だ。つまり糊を剥がしてみれば、都の払い下げ価格は異様に安いことを都の鑑定資料自体が物語っている。ザ・パークハウス晴海の隣では三井不動産レジデンシャルが12年に8800平米の取り打ちを1平米あたり102万円で払い下げを受け、マンションを建設している。選手村から1キロの取り打ちだが、こちらにしても選手村鑑定の約10倍だ。都や企業連合はこうした売買事例を熟知していました。しかし特に比較の対象にした3マンションの部分は開示すると矛盾が露見します。そこで鑑定評価の原則に反する手法を取った上、黒塗りにした、墨塗りにしたなと思います。もうめちゃくちゃ安く売っちゃってるわけですよ ね、 そうですね。だから186万円のところを9万6800円で売ってるっていう、ぐらいのところを。そうなんですよ、絶対に儲かるじゃないですか、うん、それはそう、絶対儲かるようなことをしてるわけですよね、うん、大阪の森友学園の事件では国有地を国が8億円も値引きしてあげたことが問題、大問題になったと。だから選手村の用地はより一層の大盤振る舞いだ、うん、とかガスや水道の敷設、膨張のための盛り土など基盤整備のために540億円を計上している。確かにそれもそこはやんなきゃいけない、はい、水道の敷設とか。そうですね、あまりの安値のため18年企業連合に適正な土地売買代金を請求するよう都知事に求める住民訴訟が起きており、その中で住民側は実際の選手村用地の不動産価格は1611億1800万円という鑑定結果を東京地裁に提出している。この通りなら1500億円近い値引きが行われたことだ。そうですね、しかもこの大手のね、はい、三菱とかね、はいはいはい、三井とかね、はい、まあ、そうですね、そういう企業ですよ、はい、談合みたいなもんですよね。しかもその特定事業者をこう唯一応募した企業連合ですからね。そうそう、だからもうあの中小企業は絶対入れない、うんうん、ところをパッと、で大手だって入れないところありますよ、はい、そうそうそう、これを眺めてみれば分かるけど、はいはい、大手で入ってないところのあたりから告発が出たのかなとも思わないではない。確かにそうです。でもまあすべきですよね。これは徹底的に解明する。その何がワイズスペンディングだという感じなんだよ、これ。そうですよね、本当ひどいよこれ、はい、調査報告書が提出されたのは16年2月、4月に売却価格が決まり、5月から特定建築者の公募が行われた、はい、問題の核心にあたるこの間はちょうど知事不在の時期だ。なるほど。都政は松戸一時の公用車での湯河原別荘通いや公私混同問題で揺れに揺れていた、はい、特定建築者の公募から発表にかけてはまさに都知事選の真っ最中、うん、混乱に紛れて選手村整備を進めていたのが都議会のドンと呼ばれる内田茂元都議の側近官僚と知られる安井純一でした。また出てきました、ね、うん、はい、調査報告書は日本不動産研究所からまさにこの安井に提出されたものだった、うん、安井は東京都都庁の職員で14年から都市整備局長と五輪準備局議官を兼務、知事副知事に次ぐ都ナンバー3の議官で定年した後に五輪組織委員会の参与を務めている。現在は東京臨海高速鉄道社長でもあると。あ、うん、ところがですね、五輪後にですね、新地下鉄っていうのが読売で報じられたんだけどね、はい、銀座地区から選手村マンションの近くを突っ切って終点を臨海線の国際展示場駅にする構想で、10年から20年以内の開通を目指すと報じている。
道駅を運営するのが東京臨海高速鉄道だ。なるほど。この社長が今やってる、ね、繋がってるじゃないかと。そうなんだよ、はい、これから実現すれば最寄り駅からのアクセス、今は勝ち駅から徒歩約20分なんだけど、はい、格段に改善され、先週のマンションの価値がさらに上昇するのは間違いない。間違いないですね。つまり安井は今も先週のマンションの利害関係者というべき存在なんだ。区議都議を約40年勤めた内田氏のライフワークが東京の街づくりですが、彼の意向を受けて再開発を取り仕切ってきたのが安井氏です、うん、内田氏が不動産業者の要望を調整し、安井氏が再開発の実務を、ね、行う。結果業者は潤い、内田氏を陰に日向に支援するという構図が続いてきた。だけどこれは小池も責任があってですね、はい、小池氏も就任当初選手村問題に一度は切り込むとしたんです。しかし11社にもまたがる一大プロジェクトでかなり進んでしまっている。業者らの反発を恐れて断念しました。しかし事業者との敷地譲渡契約の締結は16年12月、小池知事就任から4ヶ月後です。即座に舵を切れば見直しもできたはずなのにチャンスを逸してしまった。今年2月には都議会で野党内にこの件を責められると感じ、対策のために幹部職員に詳細なレクを求めていました。メスを入れるためではなく自身の保身のために。選手村マンションを売り出し寸前だが、できることはまだある。まずは業者ファーストで重要部分を黒塗りした墨塗りしたのり弁を一刻も早くやめることだ。もう一つある。マンション開発業者と都が結んだ契約には業者の儲けすぎに歯止めをかける特別条項が存在する、それは11社連合が当初の資金計画に比べて著しく収益増になることが明らかとなった場合には敷地譲渡金額について別途拒否するつもりと。なるほど。こういうその特別条項が必要。これだったら使えますよね。そうですね。でもね、ただこの著しくっていうのが、この20倍ぐらいの仕入れからふっかけてるっていうところを著しいと言い出すのか、著しいですけどね、明らかに。ちょっと半端ないですよね。これを使えば払い下げ金額を再協議できるって言うんだから、ね、これはやってほしいですね、今からでも、はい、小池さんも。そうですね、うん、別にその鉄道を作るとか、うん、そういう開発は別にいいと思うんですけど、うん、この利害関係者がずっとぐるぐる自分のところで回してるとなったら、もう本当に、うん、まあ、どうしようもないですね。うん、なんかあの、透明性を求めるとか小池さんは言ってたわけだし、あの頭の黒いネズミがとかなんか言ってたじゃないですか。そのもろその頭の黒いネズミと一緒に仕事してるっていう今や、はい、これはちょっとその本当はこれはもっと大きな問題にしてもいい話ですよ ね、 うすね、はい、もうこれは大スクープですよ、ね、うん、合併号で、はい、まあ、こういうなんていうか文書がこう披露されてるわけだから、はい、これをあの追求していけば、まあこういう話になるんですけど、はい、そうですね、だからその、まあ、スクープはスクープなんだけど、ね、まあ、これを丹念にやったことがね、うん、すごいです。この文春というか京竹さんのね、はい、あれですよね、取材。そうですね、うん、いや、これはもうなかなかハードなね、はい、の問題ですよこれ。そうですね、うん、仕入れから20倍で売れるビジネスってなかなかないですからね。そうないですよね。不動産関係ですからね、しかも、うん、そうか、うん、それはすごいですよね。あ、そう、はい、破格中の破格ですよね、はい、もうだってあのその1平方メートルあたりの値段聞いた瞬間に安いっつって、うん、もうすぐ食いついてました小森さん。もう小森はすぐ食いついてましたよ、はい、それ安い、安い、はい、引っ越すと一人で安く売るんだ。